PQ-14PQ-14 は1940年にアメリカ陸軍航空隊が要求した対空砲兵員の訓練に使用する無線操縦標的機である。標的機として使用された最初の一連の機体はカルバーカデットの軍用無人標的機型 PQ-8 を改造したもので、これが後に第二次世界大戦とそれ以降に使用された。 PQ-14 シリーズにつながった。カルバーエアクラフト社は陸軍が PQ-8 として購入した民間向けのカデット、ルファの改造機を提案した。PQ-8 の成功は NRD の開発へと進み、一機の PQ-8 が新しい構成へと改装されてアメリカ陸軍航空軍により XPQ-14 として試験にかけられた。 PQ-8 よりも大型化して、高速となった PQ-14 も引き込み式膠着装置を持ち、胴体、主翼、機体尾部が合反性応力外皮の機体であった。この試作機の後に実用試験機の U-PUC-14A が続き、合計で1348機の量産型 PQ-14A が生産された。量産型のうち1198機は、 アメリカ海軍に移譲されて TD2C-1 と命名されたがターキーという明らかに冴えないあだ名をつけられた。多少重量の重い派生型の U-PUC-14B は PQ-14B へ移行されるまでに合計25機が生産され合計594機の PQ-14B が祖父で標的機として収益した。機の p q b がエンジンを O-300 から9に換装されて、XP9-14C となった。第二次世界大戦後に、カルバー社は、自社のカルバーモデル V 小型機を元にした、XP9-15 を開発したが、1946年に、同社が破産するまでにわずか4機が納入されただけで、あった。アメリカ海軍の TD2C-1 カリフォルニア州。 ボレゴスプリングス空港に置かれた払い下げの PQ-14?1991 年4月6日の撮影。XPQ-14 は1942年に初飛行を行い、間もなく訓練部隊に領収され始められるようになった。この機体は無人で無線操縦により飛行させられたが、フェリー飛行時には基本的な操縦用系基板を装着されて、 パラシュートを座席としたパイロットの手で飛行された。素直で容易な操縦成功を持つ。この機体は、朱色という標的用の塗装がされていたが、実運用上は銀色か赤色に塗装された。パイロットが登場しない場合は、BHC-45 等の墓機から操縦された。機体寿命は短かったが本機はよく、働き、そのフランクリン製エンジンは、 トラブルフリーという評価を得た。カルバー社製標的機のほとんどは陸軍の対空機重手により空中で撃墜されたが1ダースかそれ以上の機体が生き残り1950年以降に軍需放出品として売却された。娯楽用の航空機として使用されるようになると新しい所有者はこの機体の活発な飛行特性に気づいた。 カリフォルニア州知ののプレーンズ・オブ・フェーム博物館には飛行可能な状態で一機が保管され、別の一機が国立アメリカ空軍博物館に収蔵されている。1970年代に航空省で飛行していた N5526A は対空照明を有して飛行した最後の機体であり、アイオワ州ブレイクスバーグにあるに展示されている。出展、諸原性能。 ありがとうございます。